かんすきさんありがとう、こんばんは。ゆゆさんありがとう、こんばんは。こんばんは。あきしさんありがとう。かゆ、ここがかゆい。こんばんは。やっほーい、こんばんは。ふけさんありがとう、こんばんは。みきみきさんありがとう、ルースさんありがとう、しんちさんありがとう、こんばんは。ありがとう、みきみき。今日月曜日なんですね、知らなかったんですよ、今日が月曜日という事実に。みきみきさんありがとう、ともかつさんありがとう。あ、鬼滅見ましたよ、昨日の鬼滅。ネットフリックスさんで見ました。ミヤティさんありがとう。で、そう見たんよ、鬼滅を、鬼滅の刃を見たんです。エキュピスさんありがとう。まっちゃん結婚して契約違反なんできないんです。なんだっけ、そう、なお何の話してたっけ今。おい、病気じゃない、あ、鬼滅の話か。そう見たんですよ、でもそれだけ、特にないんですけど。確かに鬼滅は日曜日って決まってるけね。 YD さんありがとう。にゃんこさん結婚して契約違反なのでできないですよ、リモコンは分かりません。感覚的何曜日、え、何曜日でもない、なんか曜日感覚とかいうものが存在してますぎて。ともかずさん、リンボーさん、あきもさんありがとう。ちゅうちゅうさん結婚して契約違反できません。にゃんこさんありがとう、こんばん。もうだから分からない、私はなんかもう今日が何曜日で何日なのかも分かりません。もうお前がおかしいですよって感じですよね。ナディさんありがとう。やっほー、高野さんありがとう。次の何か始めればいい。フォローありがとうございます。痩せた、分からん、体重測ってないからな、分からないんだよな。ビューティフル、ビューティフルですか。ユイニャン、ユイニャンは一体いるのかいないのか、真相は闇の中って感じ。日付感覚はないですよ。秋元さんありがとう。なんかその大きいツアーですとか今日公演ですとかあったら、あ、今日何日だってなるけどね。こんばんは。でも特にないから最近は、最近はないですから。フラペチーノさんありがとう。何も思わん、なんか何日か分からない。私なんかメールで毎日日付送ってるんですよ、送ってるじゃないですか、メールで、モバイルメールで。あれはあのスマホで今日って打つと出てくるんですよ、何月何日何曜日みたいな。あ、実は自分で打ってないとかまさかの発言をしてしまいましょう。松さんありがとう。だからあれはあれで把握はしてない、何も。今日って打つと予測変換で出てくる、そう、ライフハックって感じ。だから別にあれで分かってるわけじゃない。四国くん、写真さんありがとう。こんばんは、こんばんは。なんか最近さ、暑くない、ムシムシする。よしこくくんさんありがとう、やっほー。天元さん、明日雨、ガッティ、明日雨、そろそろ家から出ないとって思って、明日はって思ったんだけど雨ですか。くんさんありがとう。わー、前髪ボソボソすぎるんですけども、どうしますか。どうもしませんよ。台風来てる、え、ね、らしいね、飛ばされる。え、なんか前、なんか台風来てる時にさ、なんか私電車通学だったんですけど、高校生の時というか、まあ電車通学だったんですよ。駅でなんかお迎え待ってたんですよ、なんか風強すぎて普通に飛ばされてた。ジュンさん結婚して契約違反できないんです、マジで。なんか多分リュックの荷物も軽いからもう飛ばされてた、ちょっと、うわー、北沢って入浴したイチゴって、それはもうね、はい。雨、クマさんありがとう、ナンさんありがとう、か
ハムっこ食べて乗り切り死ぬゆいなのよ。肌綺麗そう。肌荒れないんですよね、なかなか。全然荒れない人間。明日雨か、やだな。え、傘もめっちゃ裏返し、なんか裏返るし、なんか体も飛ばされるし、危ないなって思います。柳井さん、かわいい、ありがとう。 YD さん、ありがとう。気まずいちご話しました、ありがとうございます。声がやばいです。運転手付きの車で通学はちょっと違いました。そう、飛ばされます。重め前髪、そして前髪重いのが好きなんですよ。お前重すぎるだどうなのって話なんですけど、重めがね、危険です。嘘です、はい、嘘です、はい。リムジン違いますよ、あの普通一般車両、一般車両ですよ。柳井さん、ありがとう。どんな人間だと思われてるの。ありがとう。次、ギズマさん、いいや、壁島さん、体重が重い、それはもういいよ、健康だ。ご飯を食べるって偉いって感じ。こんばんは。バッヒャー、ロケさん、ありがとう。私は一般車両です。眠い、寝てたのに。運転してるの、プロ野球、セパ交流戦。ああ、そうなんだ、いいですね、野球盛り上がり、盛り上がりチャレンジって感じ。我慢目、これですか。なんか私ちっちゃい時というか小学生中学生ぐらいでこっちの目ずっと三重だったよね。なんかここにもう一本線があるみたいな。なんか気づいたら治った、治ったっていうか、なんか戻った、なんて言ったらいいの、なんかなんか一つ線が消えた。マジ応援して、個人の事情。気圧の変化で具合悪くなるよ、みっちゃん。ひらつぐさん、ありがとう。でも今は二人になった。なんかマジずっと三重だったよね、ここにもう一個あるみたいな、こういう感じ。二重じゃなくて三重。そう、こんばんは。ケチューさん、なるかりさん、ありがとう。なんか前髪がキモいよね、それな。こんばんは、やっほー、久しぶり、やっほー。僕タイプいい、わかんない。そう、三重だったの前髪。ああいいいい、よくない前髪、これこれなんかちょっとなんかいいんじゃない。こんばんは、いやそれ見えないよ。こんばんは、こんばんは、こんばんは。お風呂入ってきます。いや、お風呂入りたい。お客さん、ありがとう。配信終わったら入ろうって思ってるところ。違う、ありがとう。シャワーで済ました。なんかメールとかでも送ってよく言ってるんだけど、マジで温泉入りたいんだよね。コウスケさん、かわいい、ありがとう。なんか本当に温泉行きたくて、あと岩盤浴もサウナも全部行きたい。そういうのが全部あるところに行きたい。お風呂に入りたい。箱根いいね。温泉っていいよね。なんか温泉っていう言葉大好き。肘が痛くてサイリウム触れません。どうします。肌綺麗だね、やったね。人は肌荒れしない人間なので。いやでもするときはするけど、なんか基本しない。
肌荒れ。岩盤浴いいよ、大好き。もう岩盤浴行きたい。わ、最後に行ったのいつだろう。なんかユイナと行ったんよね、いつか、いつだか、いつかな。楽しかったですよ、岩盤浴大好き。赤い車、赤車。うん、キャンセル会はやばい。そう、スーパー銭湯的なところ行きたいよね、すごく行きたいよね。こんばんは、フォローありがとう。ちょっとセクハラかなみたいな。こんばんは。ちょっとセクハラかなみたいな。まあ、ちょっとセクハラかなみたいな。こんばんは。温泉行きたいね。汗かくと肌きれいになる。なんかでもわかるかも、岩盤浴とかサウナとか温泉とか汗かく系。そう、なんかわかるよ、なんかわかるよ。で最後に温泉入ってさっぱりみたいなことやる。ダマカツプリンスさん、リキネさんありがとう。温泉旅館いいね。愛媛とかね、行ってみたい。道後温泉、道後温泉行きたい。前髪は、今日はセットしていないということが、多分普通にセットしてないからなんだけど。久しぶりに行きたい温泉。葵さんのチェキ会、お、今日チェキ会。チャーハン定食さん、ハートありがとう。じゃあ機械の振り返りいつになるかな。テーマパークより温泉。テーマパークっていうか、なんか遊園地系は普通に怖い乗り物乗れないから、怖いですから。キャリソン、なるほどね、そういうことね。ニキーラさんありがとう。じゃあ機械ね。でもナーミョンも体調悪くてできてないから、一緒だったらいいなって思ってるよ。山梨のおすすめの温泉、伊沢しかないのでは。400回目、お、ありがとう。こんばんは。道後温泉、マイキューさんか、アイさん。確かに愛媛県民、県民出身、県民。いや、前髪が。マヒナさん可愛かった。今日もマヒナさんの機会か、あれ見た。なんかアイスコーヒー飲んでてマイペースだった。あれさんありがとう。ナイメンと連絡取ってるの、取ってるよ。電話した、なんかゲームしようって言ってるけど、ちょっと体調がねあれだから、私ゲームはしてないんだけど、電話はしてるんだけど。くしゃみ出そう、出なかった。あ、出る。くしゃみでした。以上、はい、以上です。まひなさん大好きだよ。まひなさん、まひなさん、まひなさんに最後に会ったのはいつだろう。山口のツアーか。でもそう、山口のツアーの時とかちょっとだけ話したよね、まひなさんに。まひなさんに、まひなさんと。なんかそう、制服の重さと、そして僕は僕じゃなくなる、もうまひなさんやられとって、まあ、多分他の曲もやられてたと思うんだけど、そう、その話をした。もう本当に好きですよってね、良くなるといいね。あ、そうだよね、じじさんをお連れになられてて、あ、ひなさん小選挙いいんじゃないですか。リスさんありがとう。在の中隊長、中隊長なの、トップじゃないですか。福島の温泉に行きたいって言ってた理由、福島の温泉いいね。いろんな温泉行ってみたい。もう前髪キモすぎますよ。
ね、マイキューさんもめっちゃずっと配信されてたよね。しんちさん、ありがとう。お疲れ様さ。ゆうちゃん申し込めません。ひなさんの。くれたりとかするんかな。くれないか。チェキってくれますかって言えばよかった。失敗した。でも推しはまだ忘れていない。去年って一個前のシングルのチェキ、くるさんくれるって言いましたよね。ひなさんのチェキ会は見てたよ、もちろん。でも最初の方通知来てピッて入れたらチェキ会だったから、あ、チェキ会だって。ハワイアンズ、なるほどね。イッチーさん結婚して契約違反できません。アピールすればもらえる。アピールどうやってしたらいいのかな。気まずいちご。アピールも何も合わないけさ、もらえるかな、チェキね。クルさん、まさきさん、ありがとう。早川さん、ありがとう。クルさんのチェキのあの着ぐるみみたいな使い方、チョコレート風呂、あれみたい、あのチョコレート工場のさ皮みたいな。ミヤティさん、ありがとう。結婚して契約違反できないですよ、もうできないですよ。こんばんは。いいな、まひなさんのチェキ欲しい。じゃあ一体次まひなさんに会えるのはいつなんでしょうか。会えませんね、一生。変わりがないですからね。申し込めばいい、確かにね、それはそう。テレイさん、結婚して契約違反のできないですよって、していいんですか。じゃあ私がいいですよって言って。できるんですか。申し込めばね、いいんですよ。こんばんは、マリナさんの席欲しいよ。ひなさん、イテオに会いたい。イテゴ、あ、ひーちゃんが配信始めた。イテゴに会えるよ。6月22日、あ、6月22日、意外とすぐやん。まかり、まひなさんと時間重なって、重なってるかも。でもなんか前と一緒だったとしたら、なんか私の時間ってなんか結構微妙なのか知らないんですけど、めっちゃ集合時間は早い人たちと一緒にさせられて、帰る時間は最後の人たちと一緒にされるんですよ、毎回。だから空き時間がめっちゃ死ぬほど多くて、私なんか、でもそう、なんかだから暇なので、どうかな。ウソリップ、もうウソリップ最悪だから本当に。既存字あるかもね。内緒だよ、内緒だよ。確かにね、チェキ買ったらね、あのツアーの時とかに、チェキ取っていいですか、カシャとか取っちゃえばいい、取っちゃえば言えばいいけど、何位ぐらいなんだろうチェキって。ちょっと後で見よう。中途半端な時間苦手。いいえ、全然。 STN さん、ハートありがとう。私はいつもなんかいろんなお仕事とか、いつもなんか早い時間の集合時間にさせられる。なんか集合時間が3つぐらいあったとするじゃないですか、10分おきぐらいに。絶対早いのにされられるんですよ。そういうことなんですね。もらいに行く。マクさん、結婚して契約違反なので抜けないです。こんばんは。いいな、まひなさんの時期な。メールの返信とかに書いちゃうかな。急に返信してチェキかーみたいな。不審者すぎるよね。メールの返信、なんか最近メールの返信届かないな、そういえば。なんかマネージャーさんに聞こうって言ってたけど、マネージャーさんに会わないですから最近。どこにいるんですか、マネージャーさん一体。私の担当のマネージャーさんは一体どこに行ってしまったんだ。リチャさん、ありがとう。通称トレーン入るときにフラ。どういうことどういうこと。わからない、ごめんなさい。そのチェキと交換する、いらんやろ、まひなさん。皆さん、私のチェキなんかいらないとか言いつつ、クレさんにあげたけど、いちごのチェキ、ごめん、待っててください。ごめんなさい。10枚で1500円、10枚で1500円、本体でも本体1万円ぐらいかな。
まあまあ全然あってもいいよね。欲しいな、ちょっと欲しくなっちゃう。見てみよう。逃げたしな。ひなさんのメール撮ってるの？撮ってるよ。もち撮ってます。くるさんともひなさん撮ってる。であと自分のメールを確認用に撮ってる。対策したわけではないですよ。生で見るから確かにね。1から3時間目のひなさん、私何時間目だってやけど自分のプロフィール見ようわけだ。僕らやんぱさなさん、ありがとう。早い系なのね、まひなさんは。幕張は、お、3時間目、4時間目なので、まあ、ちょっとはかぶってるよって感じ。みっちゃさん、レインボースター。えたろうさん、なんだ、唇。ありがとう。キスマーク、これ何？まさきさん、ありがとう。キスの日ギフトでしょ。ありがとう。でも本当に山口でやってた制服の重さかっこよかった。サラハさんとまひなさんがなんか背中合わせなんか始まるじゃないですか。マジかっこよかった。マジかっけーす。本当になんかちょっとガシガシですよ。サイトビニザイモンさん、ありがとう。本当にね、そうカメコタイムしたもん、2階席から。ミヤキさん、ありがとう。確かにチェキを買って持ってっちゃえばいいってことか。もう確かにそれはある。でお願いしちゃう。ドンキで売ってる。ちょっとドンキ今度行こう。確かに普通にさ、そのなんかイベント会った日とかさ、思い出用とかして撮ったりしてもいいよね。チェキはね、世界に1枚ですから。ロック画面とプロフ画面同じのままにしてます。というか、あ、これ私なんと最近変えたんですよ。ちょっと気まずいんですけど、でも安心してください。あの奥田結菜さんが、まあ、私の部屋でなんか下を向いてる写真があるんですよ。それにしました。おもろいからね。なんかめっちゃかわいそう、落ち込んでる顔をした奥田結菜さんにしました。高輪さん、ありがとう。昼間が入り、あ、そうなの。そっちの方があれなんか席ね、買っちゃうかな。写真撮ってメールで送る、確かにいいね。フィルムがそもそもないんか、なんかうんみたいな顔してるやつにしてる。まだあんな顔してるのか不明なんですけど、公開、いつか公開 しようと思います。ナオさん、ありがとう。僕たちはジェットコースターみたいに濃い。買ってもらう、そんなことあるの。肌良いね今日。みんなめっちゃ肌褒めでだね。肌褒めで。あーね、スマホで撮った写真をねチェキにできるやつとかあるよね。なんか STM あるよねチェキ。あれスマホで撮ったの、なんか提出したら勝手にあれになってる。いつもすごーって思う。その機械でやってるんやなって思う。こんばんは、サイトビーザイモンさん、ありがとう。肌褒めでやね今日。いい肌かい。ね、あれ、あの技術すごい。あれ欲しい。チェキいいね。誰かでもひーちゃんがチェキ持ってた気がする。フィルムがないんかな。ひーちゃんが持ってた気がするけど、どうなのでしょうか。イケピーさん、これなんだ、愛ラブレター、ありがとう、ありがとうございますよーと。うーん、バサバサ。喉が渇きました。私はすごくひーちゃんのチェキよかった。本当、あ、ひーちゃんのチェキさ、なんかひーちゃんとお前一緒に古着屋さん行って服買ったんよ、それ着てた。あ、違う、あ、買ったっけ、結局買ったか。事務所で。フィル
SIM 買えばね。でも欲しいな、チェキ。普通にいいね、いい考えだよ。みんなテストの締め切り1分前、もう本当にそれやばいから、もう絶対に入れて。本当にカレーは飲み物、うん、カレーって飲み物だよね、うん、結構カレーのルーだけ飲んでた。チューチューさんありがとう。古着屋さん行くの？行くよ、好きですよ。イケメン風なやつ、イケメンチェキ、ひーちゃんの。こんばん。カレーで水分補給。なんかバイキングとかカレーあるじゃないですか、あれ飲んでました。私ご飯にかけず飲んでました。美味しいねーつって、スープみたいな感じ。いつでもチェキ会、そうだよ、チェキを持ちさえすればいつでもチェキ会ができる。よしやった。あ、ただしとてもね、お値段がってことね。あれ、なるほど、お姫様チェキ、なんだそれは。でも可愛い服買ったんです、これ本当なんです、嘘じゃないんです。あ、57分、いや、おー、やばい、ありがとう。じゃあ58分になった、読むまでね。可愛い服を買ったんです。でも北沢はちょっとあんま考えないで買っちゃったから黒なんですよ。でもチェキに黒ってなんかちょっと良くないじゃないですか。でも金色のペンとかでなんとかすればいけるかなって思う。なので自分がチェキするときは黒い服を着て、のペンをもう買って持ってきます。あるかわかんない。マジックさんハートありがとう。なのでそうします、そうします。めっちゃ可愛いよ。でもそろそろ読もうかなリボン。じゃあ15位から読もうと思います。15位じゅんさん、14位にゃんこさん、13位むきむきさん、12位ともかずさん、11位ゆきひらさん、10位あゆたろうさん、9位くまさん、8位りきえぬさん、7位なおさん、6位よしここくんさん、5位なるかりさん、4位いけぴっさん、3位みやてぃさん、2位るーさん、1位りっちょさん、ありがとう、ありがとうございます。いちごさんはお風呂に入ろうかなと思いますよ。可愛い服着ますよ。チェキでも着たいし、そのお話し会でも着たい、めっちゃ可愛いからみんなに見せびらかそうと思いますおやすみ、ありがとう。お話し会とかはね、あの黒くてもチェキと違って関係ないということで、黒い服も着ます。おやすみ、ありがとう。明日も頑張りましょう。今日月曜日だったんですね。ということ明日火曜日、ツーショットもでも黒くても大丈夫でしょ。おやすみ。倉山さんありがとう、待ってます。お話し会等々待ちしてます。白着る、黒白ってこと、オセロじゃん。明日も頑張りましょうみんな。おやすみ、配信ありがとう。こちらこそありがとう。また明日。おやすみ、リッツさんありがとう。バイバイ。明日も頑張ります。5月病抜け出します。リッツさんありがとう。バイバイみんな、バイバイ、おやすみ、おやすみ。アイスが食べたいよ、アイス食べたい、アイス食べよう、おやすみピノ食べます、ピノ、バイバイ、おやすみ、おやすみ、グッナイ。明日も頑張りましょう、火曜日も。お疲れ様です。お疲れ様です。おやすみ。でも気まずいですね、終わらなくて。ね、いちごのピノあるらしい。みんなが食べてた。みんなが食べて見せてきた。頑張ろう。頑張ろう。おやすみ。